ジェームス・コナント・ジェームス・ブライアント・コナントは、アメリカ合衆国の科学者、教育者、科学行政官、外交官。ジェームス・コナント、ジェームズ・コナント、ジェームズ・コナントなどともカタカナ表記される。マサチューセッツ州ボストン市ドーチェスター地区、ドーチェスター、マサチューセッツ生まれ。ハーバード大学で科学を専攻、1917年博士号を取得した。1917年から1918年、アメリカ陸軍で毒ガスなど化学兵器関係の業務に従事。第一次世界大戦後ハーバード大学に赴任し、1919年から助教授、1928年から教授、1933年から1953年学長を歴任した。1941年から1946年、アメリカ国防研究委員会委員長を務め、科学研究開発局長バネパー・ブッシュに協力。マンハッタン計画では、政策決定過程に関与した。1953年から1955年、対占領ドイツ高等弁務官。1955年から1957年、在日ドイツ特命全権大使。1943年ベンジャミン・フランクリンメダル。1944年、プリーストリー賞受賞。退任後は、アメリカ高校教育の現状を執筆して、教育問題にかかるようになった。1961年に初、来日、東京や大阪で、教育問題について、講演を行い、日本の教育関係者と意見交換を行った。1978年、ニューハンプシャー州ハノーバーの療養先で死去。84歳。ありがとうございます。